石森翔太郎、石森翔太郎、石森翔太郎、1938年、昭和13年1月25日から1998年、平成10年1月28日は、日本の漫画家、特撮作品原作者。本名は、小野寺翔太郎。1984年までは、石森翔太郎の表記を用いたが、この時期には、 石森と呼ばれるのが通例だった。石森は、石の森と読む。SF 漫画から、学習漫画まで幅広い分野で作品を量産し、漫画の王様、漫画の帝王と評された。代表作は、サイボーグ009、サタケとシトリモノビカエ、009-1、サルトビエッチャン、人造人間、キカイダー、漫画日本経済入門、ホテルなど、仮面ライダーシリーズをはじめ、 特撮作品の原作者としても活躍した。昭和30年代から40年代、漫画の世界で新しい手法の開発者として特に目立った存在であり、多様な分野と作風の中でも特に SF 漫画で他への影響が手塚治虫と並んで大きく、いわゆる手塚風漫画の中で最もスタイリッシュな作風で各時点での新鮮な画面コマ表現と、 少女漫画にも通用する滑らかな線を持ち、昭和40年代初め頃には漫画の王様と呼ばれていた。この時期の作風は SF 性、私的序長、アクションを含むことが多かった。それらの要素は1971年に放送開始された仮面ライダー以降、徐々に特撮作品へと移っていき、執筆する漫画の傾向は青年漫画や 学習漫画など幅広いものとなっていった。1989年、漫画には面白い、おかしいだけではない多数の表現が可能になったとして、漫画の新しい呼び名、一万画を提唱し、一枚画宣言を発表した。以降は、自らの職業を漫画家ではなく、一万画家と称した。没後の2007年末には、500巻770作品に及ぶ、 個人全集、石森章太郎一万画大全集、各書店が一人の著者による最も多い漫画の出版の記録として、ギネスワールドレコーズに認定されている。それまでのギネスレコードは手塚治む。なお、テレビ原作者、アニメ、実写としてのクレジットは、放映期間延べ六十数年分に及び、野村古道、長谷川町子らを描画して、 国内最高で2017年現在も更新し続けている。手塚治虫の威発を継ぐ SF 漫画の第一人者であったが、熱心な SF の読者としても知られ、海外 SF 小説から作品のヒントを得ていたことも指摘されているし、本人も作中でよく紹介している。妻の小野寺理事は石森グループ会長、息子に俳優の小野寺長男と、 石森プロ社長の小野寺明、次男がいる。親戚、鳩子に、小説家の紺野里氏がいる。1938年、昭和13年1月25日、宮城県留郡、石森町、石森町、源富市中田町石森に、父、孝太郎、母、家宿の長男として生まれる。姉、弟二人、妹の五人兄弟。下記にもあるように当初は、 映画監督を志していたが、3歳上の姉は、生来病弱で外出もままならないため、学校での出来事や外での見聞などを絵に描いて見せていたのが漫画の原点であったという。そして手塚治虫の新しい宝刀に出会い、衝撃を受ける。以後、手塚治虫の大ファンになった。中学時代、近所の子供を集めて漫画導入し、 木十一滴を作るも、2号で廃刊した。2年生の時、毎日中学生新聞に4コマ漫画を投稿し、入選、以後投稿マニアとなる。宮城県佐沼高等学校入学後、漫画少年への投稿仲間を集めて、東日本漫画研究会を設立、肉筆回覧し、木十一滴を制作する。この頃すでに漫画業界で、 宮城県に天才がいると評判になっている。この頃のあだ名は、じゃがいも。高校2年生の春、漫画少年の投稿が、手塚治虫の目に入り、鉄腕アトムのアシスタントを務める。高校在学中の1954年、昭和29年、手塚治虫の仲介が入り、石の森は漫画少年で漫画家としてデビューすることになる。デビュー作は、 漫画少年新年号にて掲載された二級天使。厳格な公務員であった父からは漫画家になることを反対されていたが、ズラ持ちの姉が両親を説得するなど、熱心に応援してくれたこともあり、翌年の高校卒業と同時に、姉の病気治療も兼ねて二人で経営する。手塚を、はじめ多くの漫画家たちが住んでいた、時はそうに住み、作家活動を始めた。 時は総グループの男性陣の中では最年少ではあったが最も早く頭角を表し赤塚不二夫などは自分の漫画を描くよりも石の森のアシスタントをする時間の方が多いほどだったまた創作速度も極めて早く藤子不二雄やの地に石の森のアシスタントを務めた長い豪が石の森を知る人間は口を揃えて制作の速さを証言している藤子の 漫画道では、藤子が二人で1日に5 6枚描ければ良いところを、石の森は一人で15から20枚を描いていたという話が出てくる。また、石の森のエッセイ漫画、サンジェルマン伯爵、サイボーグ009、海底ピラミッド編のエピローグに、相当には、昔、赤塚藤夫と二人で描いていた時代は月650枚という、無茶もやった。 最近では年だから300枚で夫婦言うとある。島本和彦は、文庫版、石森章太郎の漫画家入門の解説で、石森章太郎は考えずに、考えた後の結果を引き出せる作家ということにな。注力その後、石森章太郎本人に尋ねたことがあるが、この私の理解は正しかった。描くときは、感覚で描くのだ。しかも、 考えながら描くと良いものが出ないということなのだ、とっている。しかし1958年、昭和33年4月、時和荘で石の森と同居し、時和荘グループのマドンナ的存在となっていた姉が、救世した。最大の理解者であった姉を失ったことは、後の石の森の作風にも、大きな影響をもたらした。1959年、 昭和三十四年、手塚のアシスタントだった月岡貞夫と共に、手塚の身代わりとして、東映動画、現、東映アニメーションの劇場アニメ、最有機の制作現場に派遣された。石の森は、月岡と共に、このまま、東映動画に入って、アニメーションをやりたいと訴えたが、当時東映動画の若手スタッフだった、白川大作、後に、東映動画専務から、絵が、 個性的で、アニメに向きないから、ちゃんと漫画をやれ。その代わり漫画が売れたら、それを原作として、買いに行くと説得されて断念した。後にこの時の約束通り、東映動画で作品が、アニメ化された。さらに、東映本体での特撮番組企画へと繋がる、東映グループとの接点のきっかけとなる。藤子、赤津からと共に、時はそうに長く住み。 国民的売れっ子作家に上り詰めた中でも、最も遅い時期まで、石の森は、時はそうに住み続けた。1964年、昭和39年7月19日より代表作、サイボーグ009の連載を開始する。この頃にはすでにスター作家となっており、この時期に描かれた、石の森の漫画入門書、漫画家入門。1965年、続、漫画家入門。 1966年は当時から広く読まれた。これは漫画の技術論から具体的なストーリー構想術までが書かれた画期的な漫画家入門書で長年の間漫画家志望者のバイブルとなった。また、サイボーグ009を連載していた当時、ファンレターの宛先が漫画家の住所となっていたため、多数の読者が訪問していた。菅谷光が サイボーグ009の連載終了直後に訪問した時はサインをもらいに来た別の訪問者に対して訪問者に見えないところで当時チーフアシスタントであった長井豪が絵だけではなサインまで書き上げて渡していたというこのような対応を行わないと仕事にならないほど訪問者が来ていたことが原因である1971年昭和46年より 渡辺良徳の絶大な理解とサポートにより、東映特撮作品、仮面ライダーの原作とその漫画家、仮面ライダーを担当した。すでにある漫画の実写映像化ではなく、制作会社である東映の企画に設定とキャラクターデザインを提供、出来上がったものをもとに漫画も執筆するというものであり、この成功をきっかけに同社における数多くの特撮、 変身ヒーロー番組の原作を手掛けることになった。もともと映画監督志望だったこともあり、一部の作品、仮面ライダーや稲妻では監督も務めている。これらの実写作品では、主役などのレギュラーのキャラクターデザインを石の森が手掛けるのが通例だったが、仮面ライダーストロンガー以降の仮面ライダーシリーズや、アクマイザーさん、ミツセンタイゴレンジャー、 若干電撃隊などの1970年代中期以降の作品では毎回登場するゲストのキャラクター、敵の怪人のデザインも数多く行っている。ゲストのキャラクターのデザインの多くは簡単な設定込みで石の森がラフスケッチを起こすという形で行われ、このラフスケッチをもとに東映の番組スタッフ側でシナリオや着ぐるみが作られ、1981年、 昭和56年より日本漫画家協会理事を務める。1985年、昭和60年、画業30年を機に、石森章太郎から石森章太郎に改名した。もともと彼のペンネームは、故郷の石森城に由来するもので、石森と書いて、石森と読ませるつもりだったが、誰も石森と読んでくれず、石森としか呼ばれなかったため、初心に戻る意味を込めて、 解明を行ったという。しかし、山田頃が自身のサイトで語るところによると、解明する前は打ち合わせ、旅行、忘年会などの季節行事で関係者一同に頻繁に会っていたのが、解明した頃からはそれがなくなり、石森プロに連絡しても合わせてもらえなくなった。ほどなく、関係者一同の間で、先生はご病気らしいという話が広まったという。 1998年、平成10年1月28日死去。死因は、リンパ腫による、心不全。誕生日の3日後であった。戒名は、石森院満徳省玄古寺。墓は、東京都豊島区池袋三丁目の小雲寺にある。アシスタント経験者かつ弟死でもある。長井豪は、石の森のことを、常人の五倍のスピードで描ける天才と評している。 仮面ライダー以後、自身が原作を手掛ける特撮テレビ番組の漫画連載も多く担当したが、これらはパブリシティ展開として義務付けられていたものであり、テレビ作品の雑誌連載はやりたくないというのが本音であったと述べている。特に作中へテレビ用のキャラクターを登場させると物語に無理が生じることにジレンマを抱えており、後発の秘密戦隊ゴレンジャーなどでは、 テレビ版とは異なる内容で執筆している。原作者として参加したテレビ作品に対しては、技術的な部分以外に不満はないとしているが、自身の既存の作品を映像化する際は身を切られるような思いであったといい、サイボーグ009や、好き、好き、魔女先生、千の目先生などの設定変更には抵抗があったことを語っている。 ヘビースモーカーで灰皿をすぐ一杯にするため、時はそう時代は赤塚不二雄書を聞かせてこまめに交換していたという。五十音順。この欄で紹介する作品は、テレビ番組の企画のブレーンとしての参加であり、テレビの企画が先行し漫画が原作というわけではない。詳細は、上記の経歴を参照。また、自らは漫画を描いていない作品も多い。 以下は没後制作されたが、著作権管理を一括するファイルからテロップでは、原作者とされている。スーパー戦隊シリーズの原作は、第1作、秘密戦隊、ゴレンジャーと、第2作、ジャッカー電撃隊のみ、石の森、当時は、石森が担当し、第3作、バトルフィーバー J 以降は、八つでサブローに交代した。ただし、ゴレンジャーと、 ジャッカーも登場する場合や仮面ライダーシリーズとのクロスオーバーでは、石の森も連名でクレジットされている。なお、仮面ライダーディケード第24.25話と、サムライ戦隊シンケンジャー第20.21話、両作品のクロスオーバーにおいては、ディケードでは石の森のみが、シンケンジャーでは、八つでのみが原作者としてクレジットされた。手裏剣戦隊、ニンニンジャー第七話には、 赤レンジャーが登場しているが、石の森のクレジットはない。一方、石の森、石森が単独原作者とされる、東映作品、宇宙鉄人、兄弟院、解決、ズバット、氷河戦士、ガイスラッガーなどにおいて、八つ手が作詞者としてクレジットされている楽曲多い。以下は、ボツ語の制作、以下は、没後の制作。この他、新、 おみやさん2012年版がいい1話と、京都地検の女2012年版がいい1話では、両作品同士のクロスオーバーが行われたが、京都地検の女では、石の森は原作者としてクレジットされていい。映像作品のコミカライズ、ノベライズは除く。仮面ライダーシリーズの漫画作品は、仮面ライダーシリーズ他の作家による漫画作品を参照。など。など。 角川グループ創立60周年の記念企画。2006年2月22日第1期発売開始。全12期500冊。770タイトルにもなる。2008年現在全12期発行完了。ネットでの予約販売のみ、一般書店では、購入不可能、各期ごとのセット販売のみ、一冊ずつの購入は、不可能、限定生産という。 入手を難しくする条件が重なったため、復感 .com で販売形式が発表された当初は掲示板に批判的な意見が多数寄せられた。2008年1月24日にギネスワールド、レコーズから一人の著者によって出版された最多コミックの記録として世界記録の認定を受けた。2014年から2015年には同様の企画として電子書籍、 石森翔太郎デジタル大全、石森プロ、講談社の配信が開始されている。全15期500冊こちらは1冊から購入可能になっている。上のアニメや特撮の原作となった作品のキャラクターは省いている。原作者という立場ではあるが、いくつかの作品では、石森翔太郎本人がテレビ番組や映画作品中に出演している。出演時期によっては、 石森翔太郎を名義になっている。手塚治虫と石森章太郎は単に知名度のみならず、漫画作品の質、両とも随一であり、二人にまたがるエピソードも多いため、節を分けて解説する。1985年に改名して、石森章太郎となるよりも前の事柄については、歴史的事実に忠実に石森翔太郎と表記するべきである。石森太郎は、 幼少の頃、手塚治虫、堺七馬の、新し宝刀に衝撃を受け漫画家を志し、手塚治虫の連載していた、学童者の漫画少年誌の読者投稿欄に毎回、送っていた。手塚治虫は、石森翔太郎を、ズバ抜けたデッサン、天才的な少年の絵と評価し、それは、次第に仕事を手伝ってほしいと思わせるようになる。高校2年生の春、鉄腕アトムの、 電行人間の巻き執筆中の手塚治に仕事を手伝ってほしいとの伝報を受けて学校を休んで上京。中間テストを挟んで手塚治のアシスタントを務めた。この時背景や脇役だけを描けば十分であったにもかかわらず、アトムやヒゲオヤジなどのメインキャラクターまで全てを手塚タッチでいてみせたため手塚も度肝を抜かれたという。 手塚治虫の仲介が入り、石森翔太郎は、漫画少年誌で、漫画家としてデビューすることになる。デビュー作、二級天使の原稿を見た、手塚治虫は、彼もディズニーに行かれているなと評したという。高校卒業と同時に上京。その1ヶ月後、手塚治虫が住んでいた、時はそうに住む。1959年、昭和34年。 手塚治虫が制作スタッフとして加わっていた、東映動画、現、東映アニメーションの劇場アニメ、最有機の制作現場に、手塚治虫から依頼されて、女子として派遣された。漫画の執筆等により多忙で制作に参加できなくなった手塚治虫が、自分の代わりとして、当時、手塚のアシスタントであった、月岡貞夫と共に送り込んだのであった。 1967年、昭和42年により、虫プロ生子発行のコムに、石森章太郎が連載した、純は、姉への愛情と、その喪失を主題に、明確なストーリーを描かずに、絵、えっとコマの流れだけで、叙情的な世界を表した実験的な作品であり、当時の漫画読者に熱狂的に迎えられた。しかしこの時に、 手塚治虫と、石森章太郎の両方のファンであるという暴読者が、手塚治虫に対して、純についての感想を聞いた手紙に対して、手塚治虫は、あれは、漫画ではないと、純を批判すると取れる内容を返信した。その読者はそれを、手塚治虫は、このように表していますと、石森章太郎に送った。それを読んで衝撃を受けた、石森章太郎は、順の打ち切りを宣言したが、 直後に、手塚が一人で直接に、石森章太郎の住むアパートを訪れて、なぜあんなことを言ったのかわからないと謝罪たというエピソードがある。結局、順はそれ以降も描き継がれ、佐竹と一人者化えと共に1968年の小学館漫画賞受賞作品となった。その後に二人の関係は修復し、手塚は何度か石森を、 自身の漫画に登場させている。手塚が亡くなる、少し前には二人で対談も行っている。1990年、手塚治虫展フィルムは生きているで、タイトル大事を、藤子藤雄鈴木新一、馬場ル等との共同で担当。没後、第二回、手塚治虫文化小漫画特別賞が贈られる。山田及び菅谷のサイトによると、正確には、 石の森の作画作業を補助する本来の意味のアシスタント、こちらは石森スタジオと呼ばれていたと、石森プロ関連作品の漫画家やキャラクター商品などの絵描きの2種類があり、両者は仕事場も別々で、どちらかしか担当したことがないものも多いという。例として、長井は前者、菅谷は後者である。石森が亡くなった際、葬儀は密葬にて行われたが、 ライダーブームから始まるテレビ漫画司令名機に活躍していた文下生たちは直訴した結果、石森の家までの集団訪問を許されている。石森は菅谷に対しアシスタントは多かったが弟子は菅谷だけであると述べている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。